瀬田廃寺。昭和34年1959年発掘調査により主要伽藍の構成が明らかにされました。塔、金堂、講堂が一直線に並ぶ四天王寺式と呼ばれる伽藍配置を持つ寺院跡です。隣接する野畑遺跡では国分宗寺と墨書きされた土器が出土しており、ここがある時期の近江国分寺だった可能性があります。平安時代初期には瀬田川西岸の国生寺がその後国分寺になったようです。なお国生寺の場所についてはポリテクセンター滋賀付近にあったと考えられています。